初めての方が座禅をするための順序と要点をお話しいたします。まず足の組み方から入ります。座布はできるだけゆったりとした分厚い 座布がよろしい。腰に当てる座布はその人の座禅の状態によって高さが変わります。ここではまず足の組み方から入ります。足は結跏趺座と申しまして両方組むのですが、その組み方はまず右の足を左の太ももの上に上げます。そして今度は左の足を右の太ももの上に上げます。これを結跏趺座と申します。もしこれができない人は片一方右の足を左の太ももに、または左の足を右の太ももに、どちらかを上げていただきます。要は右左どちらでもよろしいし両方でもいいんですが、腰が後ろに逃げて腰が背中が曲がってはいけません。腰をしっかりと中に入れて、そうして背筋を伸ばす姿勢が大切です。足が組めましたら、右の手を手のひらを上にして膝の上に置きます。今度は左の手を手のひらを さらに重ねて置きます。両方の親指を軽く組み合わせます。ここに 座禅の円相、一つの円がここに指で描かれることになります。これは初心の方には少し難しいというよりも、姿勢を保つのは形を守るのは難しいところがありますので、その時にはこのように組んでいただいても結構です。ただ座禅の基本はこのようにして、円相を描くのが基本です。これは長く座禅をし慣れればこの姿勢が大切なことが分かってきます。こうして、足が組め手の位置が定まりますと、腰が後ろに逃げないように腰の尾底骨の少し上から前の方に押し込んでやります。そうすると背骨が真ん中に入るようになります。少しお尻を後ろに張り気味ということです。そこで腰を伸ばし、背筋を伸ばし、顎を軽く引きます。そして後頭部で天を軽く持ち上げる気持ちです。右の肩、左の肩が傾いてはあまりよくありません。右、左はだいたい平行になるように、耳と肩と体質とあります。そして鼻とおへそと対するとありますので、おへそと鼻の穴と鼻とが対するというのは、お腹がかなり前の方に押し込まないとそうはなりません。こうして、
顎を引いて軽く後頭部で天を持ち上げる姿勢、背筋がほぼまっすぐに入ります。こうして目は今度は鼻の線を通して約1メートルぐらい前に自然に置くような気持ちです。ですから目は力を入れるわけではありませんが、閉じないようにします。なぜなら座禅は心が静かになるために、いわゆる整えるために座るのですが、私たちは座ってばかりおりません。日常生活、目を開けておりますので、その時に役に立たない座禅ではいけません。そこで、できる限り目を開けて、自然に、視野が目の前に景色が入ってくる程度のところです。意識は左の棚心の上、手のひらをこうして組んでおりますので、手のひらの上に意識を置く、またはおへその下、下腹部、おへその下5センチぐらい下がったところ、ここに意識を置く。このどちらかが意識の置くところです。意識の置くところと目の位置がいささか変わっておるのは、目は自然体であるけれども中心は意識の置いておるところでありますので、意識の置いておるところが言うなれば座禅の中心に、来るわけであります。こうして私たちは天の気を頭上にいただき、そして地の気を下から引き上げ、このお腹に、この下腹部のところで一つに、出会うような、そういう心境が座禅の要領です。こうして一応形は整います。だが形は整っても、お互いの心が整わなければ、心が静かにならなければ、いくら形が座っても言えば落ち着きませんね。そこで心が整えられるというのは、これは難しい。形のない心を整えるというのですから、これは慣れた人は分かりますけれども、慣れない人には分かりにくい。そこで、心、形のない心が整えるということの要点は、お互いの呼吸を整えることによって次第に心も整うように導いていきます。その呼吸を整えるというのは、こうして座禅を組みまして、上半身、肩、首筋、そして胸、こういうところの力をすべて、解放いたします。要は上半身は柔らかく、特にこのあばら骨の下の水落ちと言われます、ここのところは最も緊張しやすいところです。ここが開かないと呼吸が深く吐けません。深く吐けないということは、気が上に上がったままということです。ですから私たちは、日常は考えが多く、外の世界に関わっておりますので、私たちはどうしても気が上に上がりやすくなります。ですから、そういう状態で日常生活をしているから、この水落ちというものが、どうしても緊張しやすい、硬くなりやすい。ですからお腹が呼吸をしても動いてくれない、そういう状態が起こります。まあ、これが普通ですが、それを座禅では息を下腹まで下ろすということは、お腹を使って十分に呼吸ができるということが大切です。吐く息は私たちの体を柔らかくします。
そして数域は私たちの体に活性、充実感を、エネルギーというを活力を呼び戻してくれます。こういう体の呼吸の要点を心得て、吐く息はできるだけ伸び伸びとゆっくりと吐いてやります。そうしますと体が次第に柔らかく、精神も安定してきます。そして吸う息は自分で普通はと吸おうとするんですが、それはあまりよくありません。できるだけ自然体で体が吸うようにしてやります。そのための呼吸法、普通、座禅の時の呼吸は、口を使ったりはしません。鼻で吸い、鼻で吐くんですね。ですから分かりにくいので、今口も使いながら手の動きを助けて、分かりやすくいたします。吐く息、上半身を解放してますと、息を吐けば必ずお腹はぺちゃんこになります。これが体の仕組みです。ですから、お腹がぺちゃんこになって、もうこれ以上ぺちゃんこにならないというところまで吐けるのです。だいたい目処は8秒から10秒を見ていただいたらいいんですが、だいたい8秒ですね。吐く息8秒ぐらいを目処にしていただいたらいいと思います。慣れれば20秒30秒と吐けます。ですけども、それはよほど慣れないと難しい。そしてまた日常生活にはそれほどのことは必要ではありません。だいたい8秒ぐらいを目処にしていただいたら、心の安定は次第に、備わっていきます。そこで、吐く息、もうこれ以上吐けないっていうところまでぺちゃんこになるまで吐きますと、体が元に戻ろうとします。その元に戻ろうとする、お腹がぺちゃんこのお腹が元に戻ろうとする力に任せて、その自然の復元力に任せて息を入れてやります。決して上には吸い上げません。ですから吸う息は体が自分で吸うという、そういう状況です。これが正しい、初心の呼吸法と、また座禅の要領です。このようにして、吐く息を自然体で伸び伸びと、できるだけ、8秒ないし10秒ぐらいかかってゆっくりと吐けるように工夫をし、その呼吸が言えば1回で終わりじゃなくって、できるだけ5分10分、慣れれば30分1時間と、その座禅の時間が伸びるように集中を深めてやります。ですから吐く息に意識を添え、意識が吐く息と一体になって、呼吸を整えていく、いわゆる心を整えていく、そういう工夫をしていきます。ここで
数息間というような呼吸の集中力というを高めるための要領があります。吐く息を数えて一つと、お腹がぺちゃんこになるとずーっと体が息を吸います。またふとします。こうして一つ、二つ、三つ、四つ、五つ、六つ、七つ、八つ、九つ、十まで数えたらまた一つに帰ります。要は新鮮な気持ちで、新たなる気持ちで、また新たに座るようなそんな心境があっていいと思います。要は惰性にならないように。常に意識が活性するように、するのが座禅の大切なところです。こうして、次第次第に、呼吸を深め、数が次第に安定するというか、伸び伸びとした状況が、自然に、身についていきますと、心の状態がとても安定し、いらざる考え、そういうものに、心がうろうろとしなくなります。心神一如と言います。体が座ると心も座る。そして心は体が座っておるように安定してスッと今ここに収まっている。私たちの心は、心というのはいろんな表現の仕方がありますが、一応心と申しておきます。私たちはいろんな考えを持っています。昨日のあったこと、これから未来のこと、人のこと、よそのこと、いろんなことが私たちの頭の中に、思いを作り出します。それに心はついていく。言えばあちら行ったりこちら行ったりするわけですね。それでは私たちは自らが大切な仕事をしよう、大切なことに向かおうとしておっても心がうろうろしておったらその内容が乏しくなります。そこで体が座れば心もちゃんと座ってくれる。同じようにピタッとここに収まってくれる。体が立って立てば心もちゃんとそれに沿って立つように、歩けば心も、その体に従って体と共に歩くように。ですから仕事をすれば仕事、生活に入れば生活、あらゆるその時の状況に心はピタッと寄り添うようになるのが心を整えるということですね。ですから私たちの心はその時その時の状況に対応しておるのですけれども、やはりその現実、体と心がピタッと合うこと、それと私たちはこうして座っている時、座っている時はなんとなく落ち着いたような気持ちになるでしょう。ところが仕事をするいろんなところを見たり聞いたり、関わることになります。そうすると心は言えば騒々しくなるんですね。落ち着きを失うんですね。だから本当に座禅が慣れると仕事をしている時も
こうして座禅をしている時もほとんど、その心の状態はそんなに変わるもんじゃない、そういうような状態、道場隔てなしというんです。動いておる、時と仕事をしておる時と静かに座っておる時とほとんど違いを見ない、こういう心が安定した心ですね。そうなると私たちは見通し、周りの見通しがつくようになります。ここのところが座禅の要点ですね。ですから私たち自分の幸せだけじゃなく周りの状況を冷静に見て、そして周りの環境も共に、安定したというか平和な状態を守っていけるようなそういう人間性を育てるのが座禅です。ですから自分の幸せだけを求めるのが座禅ではありません、こういう私たちの生活全般に基本となるような心の整え、これが座禅であります。ですから座禅はまず体の姿勢、そして呼吸の自然の流れ、深いおおらかな流れ、そしてお互いのその時その場の体の状況、その時の状態にぴったりと寄り添うような心のありよう、これが自然に身につくことになれば座禅がよくわかるということになると思います。そういう意味で、皆さん方の生活の中にこの座禅が生かされることを切に願っております。